皆さん、こんばんは。参議院議員の外務力士でございます。来年夏の参議院選挙比例代表候補として、京都の皆さん、南部の皆さんのお世話になります。今ご挨拶されました大河原敏孝さん、いいですね、前に出てきて一歩前へ、ね、ぜひ大変大事なことだと思います。後で喋る方が大変でございますけども、大河原敏孝さんと一緒に全力を尽くします。最後までお力添え、どうぞよろしくお願いいたします。この常用のこのホールじゃないですけど、この同じ会場パルクの中で、去年総選挙の、応援名刺として伺ったことがございます。ただその時は候補者ではございませんでした。候補者として京都南部全部回れてるわけではありません。本当に失礼をしているところで、ございます。まだまだ初めてお会いする方多いですか？見たことないですか？ね、そうそうかもわかりませんね。今日はリフレットをわざわざ配っていただいております。ご存知の方も多いかと思いますが、京都生まれの、京都育ちで、ございます。ついでに言うと、本家は大阪の造り酒屋で、この京都南部の隣の片野で、造り酒屋をやっております大門酒造と申します。なかなか美味しいお酒を作っておりますので、最近私こうやってあちこちで宣伝するもんですから、経営が持ち直してきてると思います。よろしくお願いします。国会に来てからは、雇用、中小企業、経済の分野のお仕事をさせて、いただいてまいりました。今月の5日に、京都の経済どうするのかという懇談会でもお話をさせていただきました。これから京都の現場で起きた問題も含めてですね、ふるさと京都に恩返しをするつもりで、現場の問題を取り上げていく皆さんと一緒に働いていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。安倍さんは参議院選挙までは憲法改正とかそういうきな臭い話を隠して暮らしと経済の問題を前面に押し出して、なんとか参議院でも3分の2以上の議席を獲得して、そして憲法改正に、私たちからすると改悪ですけれども着手しようということを狙っているわけであります。それでこの間出してきたのが一億総活躍社会、新アベノミクスの三本の矢と、わけのわからないことを言われました。三本の矢というのは、強い経済、子育て支援、安心できる社会保障、おちょくってんのかとどんな顔して言ってんやろと思いますよね。本当は強い大企業、子育て妨害、絶望の社会保障というのが正しいんではないでしょうか。ただ私思いました。来年夏の参議院選挙、暮らしと経済で戦う上等だと、よく言ったと。ね、本当にね、飛んで火にいる夏の安倍だと。ね、叩いてやろうと。で、大体医療、年金、介護、生活保護、ことごとく連続解約でしょ。で、今度無理やり社会保障の伸びを抑え込むんですよ。小泉内閣以来もひどいことやろうとしてますよね。非正規雇用は拡大、高すぎる学費、そして今子どもたちが大変な状況ですね。子どもの貧困が広がっております。国民の暮らしがどこまで破壊されているのかと、どこまでみんなね、ギリギリのところに追い詰められているのかと、このことを徹底的に告発、暴露して、参議院で3分の2どころか、過半数割に追い、少数派に自民党、公明党を追い込もうではございませんか。私たちの経済論争の先頭に立って戦う決意でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
普段財政金融の問題をやっております。税制の問題をやっております。先ほどもお話ありました、安倍さんは自公政権は何が何でも消費税を 10% にすると、これはもう断行する構えであります。そのための国民騙しとして出してきたのが、先ほどもありました軽減税率という問題です。軽減といっても今より軽くなるわけではありません。今の 8% 重いですよね。この重い 8% そのまま食料品を軽減税率と言うけれども、この重い 8% そのままなんです。今より負担が増えるんです。皆さん1世帯あたり年間4万円も5万円も負担が増える話を軽減税率という言葉でごまかして、なんとか 10% 押し通そうとしているわけであります。先日財務省の関係者に、自民党と公明党のこの軽減税率の協議について、中身どんな協議だったかね、教えてくれました。もう1ヶ月近く大混乱したそうですね。食料品を非課税 8% に据え置くと言っても全部は無理だと、全部はダメだと自民党が言ったと。で、飲み物とお菓子を除いた食料品にできないか、いやできるかできないか、こんな議論を延々やったそうですね。ところがどこまでが飲み物でどこまでがお菓子かという区別が議論したらそれほどわからなくなっちゃった例えばお汁粉は飲み物なのかどうか一気に飲めば飲み物で、お箸を使うと食べ物じゃないかと。こんなことをですね、自民党と公明党議員が夜も狙えなくなっちゃって議論したんですね。で、それでもう分からなくなったから食料品全部 8% にしようと、こうなったそうです。こんなデタラメな議論ですよ皆さん。でさらに混乱が続いていますよね。おかしな話が出てきましたね。お蕎麦屋さんね、お蕎麦屋さんでお蕎麦を食べると外食だから 10%、出前を頼むと、出前を頼んで家で食べると加工品を食べるんだから 8%。 おかしいですよね、どう考えてもね。お蕎麦屋さん帰って手間ですよね。ところがこうなるともう出前が増えて大変な状態になると思います。街中お蕎麦屋さんだらけ、自転車だらけになっちゃうと思いますね。これにラーメン屋さんが加わったらどうなるんだろう。街中自転車操業状態ですね。こんなバカなことですね。こんなバカなことを考えるくらいだったら、そもそも消費税というのは暮らしも景気も破壊する税金なんだから、増税になるんだから、増税そのものを中止すべきじゃないでしょうか。もう一つ申し上げたのは、あるから小池晃政策委員長からあると思います。戦争法を続けさせると消費税がどうなるんですね。社会保障どころではありません。軍事費のための消費税に間違いなくなっていきます。文字通り戦争税になっていくわけですね。断固阻止しなければなりません。そのためにも国民連合政府を必ず実現して戦争法廃止に追い込むのではございませんか。そのために2つの市長選挙、そして夏の参議院選挙、日本共産党を大きく躍進させてください。全力で大河原さんと2人で頑張ります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。